お、お、お、パス。あ、わぁクシュン、なんかあるよ、絶対。え、誰、お兄ちゃん、ちょ、ちょっと直された。やばい、ごちゃごちゃごちゃ。ちょっと青蟹様、プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。クイズもあるわよ。みなさん、ごきげんよう。青蟹です。あー、ハチ、ハチ、ハチ、無限はい、ではね、今回ね、やっていきますよ。はいはい、来ました。はい、ボタンのところから。そうだね、だってボタンまだ分かんないね、ヒントないと。そうだね、時計も in the sky 時計もあるね。古い時計なんだ文字盤の内側がアルファベットになっている。お、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 の A とか I とか書いてあるね。11時何分だ。あ、わかった。1118は YIIIY。 いやーみたいな。いやー in the sky。 え、絶対違う。あ、なんかさ、これ柱が4本、はい、え、え、柱が4本立ったよ。なんか怪しいね。なんかありそうじゃない。ああ。多分ね、わかんない。確かに。ただ飾りかもしれない。なんかウイスキーあるよ。いいね。アホにウイスキー飲んでんのか。ねえ。ウイスキーって。なんだこれは。お酒が。そうそう。え、アルコールか。フィッシュ。フィッシュ。アルコール98%。ちょっと待って。フィッシュ。フィッシュ。これもう合言葉じゃん。いいよ。え、何？あ、インザスカイ。インザスカイ。オッケー。オッケー。インザスカイ。アルファベットニューヨークだったっけ？うん。そう。ブルルルルン。F、F どこ？よし、あれ？なくない？あれ？ないぞ。明日にやろう、6時、6時。ああ、ロック、あるある、1、1、6、1、S、9、H、3、6、1、9、3。もう今のナンバーそうでしょ。6、1、9、3ね、絶対合ってるよ、In the sky。 In the sky。 よし、え、何番だっけ。1,2,3 記憶力悪すぎ、見劣りか一瞬とっとっとっと、ほら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 、開いた。これ一応左、チラ見しておこうか。チラ見、チラ見じゃない方がいい。あ、これなんか椅子動かせそう。ああ、その中から出てきそうなのに。タケシ、あ、ないね、ないね。タケシ、もう何もない。セーブした方がいい気がする。タケシ、ない。目指すかい。オッケー。今の隠れるとこ、うん、隠れるとこセーブします。はい、よし、セーブ完了で上の部屋行きますよ。お、お、お、パス。あ、わー、左だ、左だ、左、ここだよね。インザスカイ、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 オッケー。なんか久々にこういうクローゼット見た。そうだね、バン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 。今のロッカーだったからさ。そうだね、うん、セーブした方がいいのかな。いいね、はいはい、ここでセーブ完了したので、パソコン、古いパソコンだ。下に何か落ちている。お、電源コード、はい。あ、オープン、青に、あれ、帽子ないじゃんそうだ、そういえばなんかないなと思ったらなんかお腹減ったね、私も焼き鳥寿司食べたい。焼き鳥がいい。パパ、あの、私も寿司、焼き鳥、卵パンでいいや。は、卵焼き、厚焼き卵、卵2個をね、あのね、焼くんだって。卵焼き、うん、それで、ね、なんか食べれる、うん、美味しいパンをね、あの、焼いて挟んで、うん、で、あとハムとマヨネーズ、マヨネーズとチーズ。え、そんなに豪華なパンあるの？どこに売ってるの？いやいやいや、作るんだって。あの、パパのあのエッグサンドだって。なるほどね、あれめっちゃ、そんな豪華なパンあるのかと思った。なんて、ないよ、なんかと思った。高いよ、あれ。美味しいでしょ。美味しい。1000万円するよ。それはないよ、それはないよ何が落ちるのでしょうか。使いますよ。僕それもかぶっておきな。青に落ちる、出てきた、空子みたいに。赤、赤、緑、青、あ、よしよしよし、赤、赤、黄色、赤、赤、緑、黄色、赤、黄色、書いて、赤、ちょっと待って、赤、赤、緑、青の赤、黄色、黄色。今も紫に見えたんだけど、私ねえ、ブルーベリー色だよ、青に、だから赤、黄色、黄色。何個ある？ 6 個。じゃあまずはこれ順番でしょ。赤、
はい。赤。緑。青。赤。で、最後黄色。オッケー、みんなの力合わせて。これで。よし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 。セーブセーブ。セーブ。ヒヒ。あ、上か。インザスカイヒヒ来る。じゃあセーブします。はい。オッケー、行きますよ。はい。あれ。じゃあ、ここだ。あ、これ落とすんじゃない？このひび割れているところ。なんこれ。あれないと。なんか迷路っぽい。ポーン。あ、上に青鬼の足跡がある。やっべ。なんか最後の扉なんかありそう。うん、ちょっと出てきそうな雰囲気するんだけど、なんか押されそう。え、ここに。え、なんかヒートとかあるんじゃない？いや、ここ、ここでしょ。ほら、ズドーン。え、そうしていって、この下に行くんじゃない？左から。そしたらなんかあるでしょ。そういうこと？あれさっき押せなかったけどな。あ、押せるようになってる。あれ、どういうことって言ってただけじゃない。そう、こうセーブした方がいい。で、階段ね。ほら下直してる。チェスわかんないんだよね。私もやったことない。え、多分なんかこれ図かなんかあって、これキング。あ、なんかまだ3の方がいい気がする。キング、ヒント上は？あ、いけるんだ。なんかある。来たね。来るわ、これ。だあ、来た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 。バイオ。待て待て待て。バイオハザード、バイオ。バイオ、やばいな。バイオハザード、インザスカイ。右右右。下下下下下下。インザスカイ、バイオハザード。下下下下下下。左左左左。上、いや、上あったっけ？上、上、あるよ。そして左、上、めっちゃ来る、めっちゃ来る。インザスカイ、バイオハザード、左、左、グレンボ、はい。終わってた、終わってた。あ、終わってた。セーブしよう。終わってたんかい。ギリギリかくれんぼ、はい。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 何回やるの？面白いか、さすが。自分で突っ込んだね。じゃあセーブしようかな。2。もうちょっと行きたいね。もうちょっと行きたいね。これ欲張りだらけなことがないね。オッケー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 。オッケーオッケーオッケー。記念すべき80回目の。100回行くかな。行かないでしょ。ちょっと待って。どこに行くの？やばい。あれ。あなたどこ行くの？あれ、しゃべる。なんだ。しゃべるがしゃべる。いや、しゃべる。今のおしゃべりか。面白くない。今しゃべるがしゃべる。バンバンバン。どうやらここで作業していた人。青神様に生贄を捧げるためにも祭壇の完成を待ちかだ。完成が待ち遠しくてたまらないぜ。そういえば使っててしゃべるどこやったっけな。あ、これだけ？なんかあのチェス、チェス、チェス、チェス分からないんだよね。どう言ってないとこあったの？上の。え？上の階の。今？え、違う、上の階の。嘘。え、なんか悪かった気のせい。あ、これ押すんだ。この中入れるのがいいんじゃない？あれ。え？いい？確認してからじゃないと動かせないってこと。合ってる？合ってるな、これ。よくわかんないよ。え？え？え？右ないか。ああ、あ、これだ。びっくりした。クイーン、ポン。バツがあれだね。王様。ほうほうほう。クイーン、ポン。ほう。左上、左。左上。いや、左上の。バッキュン。クイーン、クイーン。バッキュン。オッケーだね。一個は。ポンはここで合ってんだって。たまたま。あれ、押せない。そうそうそう、たまたま。あー、びっくりした。できるのか。びっくりした。この枠内だけかと思った。難しすぎるし、枠内は。もう、青にやめようかと思った。それは。OK。そして、お馬さん。お馬さん、この辺で。あ、OK、OK、OK。
ああいいねいいねいいね、見に行ってみましょう。これだね、来たね。絶対開いてる。上の中右って言ってたのなんだ。いや、な、何もなかった、ごめん。来た来た。手前にセーブしてた方がいいわ。扉が開いてるね。あの扉の先で儀式が行われているかもしれないわ。一緒に行きましょう。セーブしよっか。はいはい、セーブ完了ですよ。よう行きますよ。クシュン、ガーリオ取った。きっとこの先で儀式が行われているに違いないわ。お姉ちゃんいる？お姉ちゃん、ほーい。ミカ遅いわ。ミカはもう、あ、今のハイでよかったのか。え、誰？お姉ちゃん？あれ？村人？ついに100人目の生贄が？え、あ、これ騙されたんじゃない？あの千歳に。これヒロシでしょ？100人目の生贄に連れてこられたんだって。そういうこと？お姉ちゃん助けるためで嘘ついて。みずから最大の足をほら運ぶその信仰人に誘って、ちょっと流された。入りたい。あれ、いけない。あれ、閉じ込められた。騙された。あかん。そういうことか。おめでとう。あ、お兄ちゃんたちは青神様に会えるんでしょ。いいな。ちょっとこれセーブするわね。つとせねバゴンバゴン、やばいぞこれ。千歳来てるぞ。おや、千歳じゃねえか。お姉ちゃんどこ。お前の姉は青神様に仕える身として一足先に青神様のもとに旅立たれたぞ。それってもしかしてもう食べられたってこと。そんな、そこだ。客人を捧げるつもりだったがどうやら逃げられてしまったようじゃな。こんなに名誉なことだっていうのにその機会を棒に振るなんて、なんと無礼な客人なのでしょうか。名誉って、一方的すぎ。自分の命が危ないのにそれ逃げるしかない。価値観押し付けすぎか。まあよい、我々でちょうど99人じゃ。この人たちか。こやつらで大祭儀は無事取り行われることであろう。我々も行こうかのう。この人たちも食べられるってこと。こんなおかしい村で生活していただなんて今更。すぐ気がつこうよ、ね、もうなんかあの青い足跡とか一つでもあればもう逃げ出そうよ。だってこの子も高校生でしょ。ねえ、中学だよ。え、そうだっけ。高校1年生だと思ってた私。え、いや中3でも、中3わかんない。中2だね。中1でも。じゃあ中1、中1。生贄になるなんてごめんよ。早くここから逃げましょう。声変わってない。ああ、そっか。おじいちゃん、やばい、こっちゃこっちゃこっちゃ。ちょっと青神様。あ、半魚神。え、キモ。毛生えてるよ。ちょっと待って、これ集中、全集中のやつ。一番気持ち悪い、これ。セーブ、セーブ、やばい。触手が伸びてる。あ、やばい。あ、赤いところに当たらないけど、オッケー、オッケー、オッケー。あ、キモい。触手気持ち悪い。世界一キモい。よしよしよし。やばいやばいやばい。いいよ。もう斜めにこうスワーンってくることないよね。スワーンって。結構なんか幅広くない？ね。こうなってる。ブンブンブン。あ、そう。やばい。いや。でよ。幅広じゃない？荷物使ってない？が、じゃ、ほら。が、右だけ見ていればなんとかならば。が、じ、じ、が、じ、じ、が、やばいぞやばいぞ。どれ見た車。やばいぞ今来たら。よしよし。で待てよ。どうどうどう。早く行って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 。来た来た来た。やばいやばい。しっかり近づけ。長くないなんか。やべ。集中力が持たない、もうジジイだぞこっちは。何やってんだ。左左左、ここでいいでしょ、とりあえず。で、さっき、あ、青い青いよ、あれなんだ。青、青い、調べたい、調べたい。でもいいって、早く行って、早く。
ってるぞ。これはちょっと待って、落ち着け落ち着け。サファリパーク。長くない？サファリパーク集中よ。やばい、よしよしよし、左行ってくれた。右だけ見ておくか。真ん中から左へ来ないもんね、右手は。よしよしよし、パパ集中して、下がらん方がいい。大丈夫よ。よし、ここまで来てから とりあえずこう行けるよね、左。いけるよし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 、いけるいった、よし。攻めます。どう、疲れた。うまくない？めっちゃうまくない？うん。戻ったらやばい。どうしたんですか、千歳。早く逃げないと追いつかれてしまいます。このままだと二人ともあの化け物にやられてしまうわ。私が大人なのパワフォー先に逃げて。え、じゃあ悪い人じゃないんだ。え、それでは千歳が、やばい、もう奴が来ちゃうわ。パパ子、あなただけでも逃げなさい。千歳、ありがとうパパ子、早く行って。え、じゃあいい子だったんだ。騙されたって、騙そうとか言ってて、ごめん、うん、逆に誰よ、疑ったの。悪いよね、人疑ったよ。ごめん、やばい、お姉ちゃん、助けられなくてごめんね。なんか悲しい結末。じっとせえ、じっとせえ。来るぞ、封印。千歳が、他のなんか拓郎とか美香とかどうなったんだ。うん、思った。なんかこれヒロシだけ逃げてない。またヒロシ逃げパターン。あの後、無我夢中で走り続け、オープン読んで。わかんない。気がついたら家に着いていました。噂によるとあの村の一帯は山が崩れ封鎖されたようです。あの村での私の選択は本当に正しかったのでしょうか。ゲームクリア、一応クリアなんだ、ヒロシ。え、なんかやだ、この、あ、タクロー、パパッコ、無事だったんだな、怪我はないか。私は大丈夫です。よかった。他のみんなは、千歳以外はみんな池に愛犬になったんだ。千歳も私たちを逃がすために一人大人になって、いや、大人になって。嘘だろ、助けられず、すみません。あなた、ミカ、お前のせいじゃない。でも、くそ、みんなのことは残念です。ただ、早く逃げないと巨大な青い化け物がここまで来てしまうかもしれません。他のみんなの犠牲を無駄にしないためにも今すぐ逃げましょう。うわ、マジか。そうだな。みんな、死んじゃった。ミカ、あたす？ミカ、ひめちゃん、ミカ、たけし？いや、ミカ、たけしじゃん、普通に。ミカとたけしが青鬼になっていた。あの後、巨大な化け物から逃げ切った私はバス停で松田九郎と合流し、千歳の犠牲によって逃げ切ることができました。私たちはいつも通りの日常に戻ることができましたが、どうすればたけし、みか、千歳を救うことができたのか。いつもの日常に戻った後も私は時々考えてしまうのです。うん、そりゃそうだよ。死んだ回数17回、プレイ時間4時間42分。あと助けられなかった人数っていうことは、これ全員生存ルートあるってこと。そう、ほら見て、バツになってる紫が、違う、スプラトゥーンじゃないこれ。違う、スプラトゥーンのインクがこれ青いインクそのゲームだよね。スプラトゥーンのインクがプチャーってなってる。スプラトゥーンのゲームじゃないね、違うね。オッケー、うん。じゃあホームへ。はい、あのボーナスモードって何？わかりません、ちょっと待って、調べます。解放するってボスバトルなんだ。え、一千ゼニーいるぞ、高いね、ゼニー、青ゼニー。あ、なんかいろいろできる。3倍速モード、5倍速モード、たけしみか編、
トリングスーン、青鬼オンラインでチャレンジクリアすると解放、いろいろあるな。すごい。最後、あ、この終わり方、なんか、やだね。千歳以降だったんだね。え、じゃ待って、今の助けられなかった人数2人ってことじゃん。なんか助けられる人数が3人までってことだから、千歳はあれ、生贄おとり確定ってことじゃない。千歳は絶対、もう最初から決まってる。ね、千歳バーッとなんで今の。ダーン何そのパーダーンパーアップした何今のダーンダメだはい、今回ね、無事あの、ヒロシ戦ヒロシ編クリアしました。はい、キムちゃん顔見えてないよはい、無事ね、ヒロシ戦編をクリアすることができました。はい、よかったね。うん、あ、青鬼 X、いろいろと進化している青鬼ゲームでした。すごかった。うん、面白かったね。ね。あ、あの、あれか、丸先か。ん？何？あの船の。ウサギって分かった？え、あの出てたじゃん、ウサギ。ウサギなんていたっけ？うん、なんか餌をあげるとか。猫じゃない？猫じゃない？え、猫じゃない？うん。キャットフードあげた。そうそうそう、そのままね、捕まえるとか選択肢あったりね、なんかいろいろね選択肢があって、それで最後ね、助けられる人が決まるようです。はい、ということで今回この辺りで終わります。うぇーい、無事クリアすることができました。イエーイ、世界一うまい。またね、バイバイ。私の真の姿を見せてやろう。はっ、やばい、コマが青鬼化する。これにあんまり、あ、ちょ、頭が大きい。何やだっちゃう。にっこり姫ちゃん。同じ顔の姫ちゃんが2人ずついるよ。1人しかいない姫ちゃんを当ててね。いくよ、みんな、わかったかな？それでは皆さん、ごきげんよう。グッドボタン、押してね。この動画も、見てね。小さい頃の動画も